ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の先の内田です。本日は奈良市法華寺町にございます一戸建ての賃貸物件を紹介させていただきます。こちらは近鉄信用海駅までも十分徒歩圏内の大変便利な立地にございます。それでは早速中を見ていきます。まずこちらが、キッチンの、スペースとダイニングのスペースとなっております。このように、十分な広さがございますので、ダイニングテーブルなどを置いてお食事を楽しんでいただけるスペースとなっております。こちらのスペースの横に、もう一つお部屋の方がございまして、こちらはですね、リビングとして使っていただけると、大変便利に使っていただけます。窓も2面にございまして、大変明るいお部屋となっております。こちら開けていただきますと、少しお庭のようなスペースがございまして、洗濯物などをしていただけるように屋根などもつけております。そして先ほどの、ダイニングキッチンのスペースの下ですね、こちら階段の下になるんですけど、このように物置がついております。そして次はキッチンを紹介させていただきます。キッチンは、このように大変ワイドなキッチンとなっておりまして、シンクの方がこのようにしっかりと広さがございます。調理するスペースもしっかりとございますし、こちらに2口のガスコンロを置いていただければより便利に使っていただけます。収納もたくさんございます。上の収納と、そして下にもこのようにたっぷりと収納がございます。リモコン給湯はすぐ手の届くところにございますので、水仕事をしながら温度変更なども簡単にしていただけます。そしてキッチンの横にはすぐに、洗面所がございまして、独立の洗面台、こちらはシャンプードレッサーに入れ替えております。そして室内の洗濯機置き場と家事動線もしっかりと考えられております。そしてこちらがお風呂となっております。お風呂にはしっかりと換気窓もございます。先ほどのキッチンを横切りまして、こちらに、玄関のスペースがございます。玄関も大変広くなっておりますので、お好みで下駄箱を置いていただけるとより便利に使っていただけます。玄関の前にはお手洗いございまして、こちらも新しいものに入れ替えております。それでは2階を紹介させていただきます。こちらの階段には後からこのように手すりがつけてありますので、安全に上り下りしていただけます。まずは階段を上がっていただいて、すぐ正面のところにクローゼットとして使える大きな収納がございます。2階のお部屋は2部屋で、6畳と4畳半の和室が2間続きとなっております。こちらがまず6畳の和室となっております。そしてそのまま奥へ進んでいただきまして、こちらに4畳半の和室がございます。こちらのお部屋の方にこのように大きな押し入れタイプの収納がついております。上下にしっかりとございまして、床の間もございます。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。